え、声が聞こえた。え、マジで。もうめちゃめちゃ重たいんだろうな。もう無理だわ、これ、マジで。どうしたらいいの？もうあかんな、これ、同時配信。あー、もう嫌だ。何も反応せえへん。これマジで、うわ、何、何も反応せへんくなった。ああ、もう疲れたな、し待ってる方も疲れるだろうけど。ああ、あ、いけた。あれ、これ、どうしたらいいんかな、ニコ生は。いけたかな？あ、映った。あ、よかった。いやー、大変申し訳ないです。なんかね、ニコ生とツイキャス両方配信してるんだけど、ダメだね。もう重たくて、今日の放送スタンバイ20分前からここいるんですけども、もう全然ダメだね。本当に。びっくりした。もう反応しないってやつ。ずっとクリック、こんな感じでやってたんだけども、全然ダメだね。あれ、ニコ生の人って聞こえてるかな？いけるかな？聞こえてる？あれ、ニコ生コメント全く来ないんだけど大丈夫かな？PC のマシンパワーが足りないの。いやー、結構ギガ数の前、入れたとこなんですけど、X スプリットがなんか調子悪いのかな ?CPU だって 100% いってました、さっき見たら。やっぱり止まる。もうくるくる回ってるもんだって、ずーっと。今 CPU 99% だって。使ってインターネット 2.4 だから大したことないでしょ。X スプリットだけで 25%。で、さっき MT4 を起動させてたんですけども、さすがにそれはもう消しましたね。なんでこんな、なんでなんだろう。やっぱ X スプリットがすごいね。ちょっとやばいな。やばいわ。はい。ということで、みんな、ハイスペ PC を買って。そうですね、ハイスペ、やっぱ買った方がいいんかな。なんか、ハイスペって何があるんですか、いいもんで。なんか教えてください。まいったな、本当にパソコンのことわかんないからね。まいったわ。まあ、とりあえずそんなことで、はい、皆さんようこそお越しいただきました。日本はあれですか、ゴールデンウィークって今日から、え、いつからな、今日からじゃないか。3日からなんかな。はい。ということで、本日はですね、まあ、相場、どのように動いてるかわかんないけども、とりあえず、見ていきたいんだけどもね、ちょっとパソコン、これ、しっかり見れないよね、きっとね。まいったな、どうしよう。どうしようかな。わかりました。とりあえず取引に参りたいんだけど、MT4 はもう携帯で見ます。今日は。
携帯で見るしかないわ。携帯で見るしかないわ。ちょっと待って、なんか変なことになってるな、これ。見て、すごいことになってるでしょ、私の画面。どれを消したらいいかわかんない。わ、反応しないし、もう嫌だ。これちょっと取引どころじゃないわ、これマジで。もう何も反応しないわ。何も反応しません。このまま放送終了だな。いや本当にやばいよこれ。でこれで一旦消えるからね、必ず。ほら、そう、本当にやばいわ。フェイクさん、PC こんなだけご了承くださいませ、言わな。ここでは言えないです。あっち系の声ではちょっと無理です。はい。ということで、はい。ちょっととりあえずオンデマンド取引で何しも携帯見ます、今日は MT4。あ、今日はせっかくだし、携帯から見るんであれば、なんし MT4 もなかなか好きなんですけど、別の会社さん紹介していいかわかんないけど、サイモ ?YJFX? FX サイモっていうアプリ。口座持ってなくてもデモ口座で、利用いただけるんですけども、なかなかね、これがいいんですよ。っていうか、アップデートしなきゃダメなんだって。アップデートしよう。なんしね、今日はね、コップが違うんだ。いつものスターバックコップじゃないの。なんでかって。それは、週末に持って帰ったんですよ。マイスターバックカップ。で、何?漂白剤?なんていうの?めちゃめちゃ綺麗にしようと思って全部洗ったんで。いった。漂白剤って言うんかな?わかんないけど。はい。では、ちょっとチャートを見ていきます。これみんなと見れないからね。今見てる限り、ちょっとドル円の日足。なんし、二の腕パンパンおじさんやって。何?こんな感じ。はい。いや、恥ずかしいです。なんでパンパンになってきた?ちょっとそんな感じ。あ、ていうかちょっと待って、今ね、平均足のドル円見たら見える?見えないな。平均足のドル円見たら、ちょうど雲の下にあって、で、転換線が基準線を越えそうみたいな感じになってるので、これ雲抜けたら結構買い時ですね。でもこれ一旦下がってきたらまたズドンと下がっていきそうだね。何を言ってるんだみたいな。はい。漂白剤かな?
白くするやつ、そうそう、そっちです。そっちそっち。間違えた。脅迫じゃないわ。とりあえず、今なんかいっぱいいっぱいなような感じがする。ドル円、売りだ。でも、この今のラインを超えれば、完全にこれ、買いですね。昨日のデートどうやったって誰とのデートですか？はい。なんでナンシーがデートしてると思ったの？教えて。その、理屈を。理屈を教えてほしい。なんでだろう？なんでそう思われたんだろう？これ上がったらやばいな。上がったか。これ抜けたらやばい。でもなぁ、ナンシー逆張りだしなぁ、基本。いや、どうかな。うわぁ、マジで。いけた。ギリだわ、ギリ。ちょっとギリ怖いから、とりあえずここでもう一丁ロー入れときます。ナンシーのストーカーだからじゃないの。面白い。あ、携帯では GMO の MT4 を使ってる。あ、そうなんですね。GMO さんも結構人気ありますね。結構サイモンも人気あるけど。見て、今ちょうどね、ちょうど、なんか何ちょっと高値っぽい感じ。1時間足で見たら。うん。ちょうど高値っぽい感じでいい感じなんだよね。もう一丁ロー入れとこうかな。とりあえずもう一丁ロー入れときます。で、また上がれば、またローします。え、どうなったのあれ。あ。え、払い戻しだったの？あら。なし、ニコ生じゃない場所のコメントどこ読んでるの？あ、これはツイキャスです。なんかね、どうもツイキャスの方がニコ生より早いんだって。でね、調べたら、ツイキャス、ツイッターのツイキャスってなんか、あれみたいに、日本にサーバーを置いてるから早いんかなみたいな。でも、ニコ生もきっとそうかな。どうなんだよくわかんないけど。まあ、理由はともかく。いい感じだね。いい感じだね。もう一丁ロイとこかな。あれ、反応しなくなった。反応しない。マジで反応しないよ。うわ、もう最悪、マジで。うわ、もう最悪や、反応せえへん。取引させてくれないみたい、今日は。ああ、どんだけストレスフルな感じか。もう無理だわ。もう無理だ。皆さん反応してくれなくなりました。はい、ということで本日はもうこの辺りで。もう
ナンシー、ユラッチだからね。もう無理。みんなみたいに、ナンシー多分フォローしていただいてる方は本当に気が長いなって思う。ナンシー、マジで無理。マジで無理だ。はぁ、あ。鼻から火吹かしそう。彼氏に八つ当たりしよう。彼氏に八つ当たり。ひどいよね、それ。でも、なんしね、あんまり八つ当たりするタイプじゃないよ。あ、でも、どうかな。なんかね、機嫌悪いなっていうのは、もろ出る。もろ出るけど、人には当たらないかな。いやー、多分、どうかな。もろ出てる時点で当たってるんかな。相手が気にする人だったら、本当に多分、イライラすると思う。え、てかもう反応しないわ、マジで。もう無理だわ。もう、そうですね。同時配信は 重たいんかな。でも同時配信しなくても最近こんな感じなんですよ。X スプリットがすっごい調子悪い。なんでかな？ちょっと連絡してみよう。もうくるくる回ってるもん、くるくる。くるくる回り中ですよ、くるくる。っていうことで、ゴールデンウィークの動き楽しみですね。どんな動きするか。よし。もう、反応もしないし。もう、反応もしないし、もう無理だわ。っていうか、ナンシーね、ちょっとみんなに、あれ発表があるんだ。ブルゾンチームをね、取ったのね。ブルゾンナンシー。そのまま。を取ったんですけどね。なんと、すごいことが起きて。ブルゾンナンシー取ったのはいいけど、夜の11時から1時まで頑張ったんですよ。そして、よし、もうこれでいけたって思って、で、ナンシーその日終わったんですね。てか、ツイキャスの、ライブ履歴見たら、ナンシーが、生放送でこう、メイクしてる姿も、あれしたんですけども、配信したんですけども、自分でメイクしながら、あれ？ ゴルゴに見えてきて、ゴルゴナンシーとか言って 言われて、すごい面白かったんですよ。そうそう。でね、そう、ゴルゴナンシー姿で、誰だった？ブルゾンナンシーやったんですけど、なんと、次の日、土曜日、事務所に来て、そしたら動画どんなんか、もう恥ずかしがりながらも、動画見なくちゃなって思って見たんですよ。そしたら、なんと、声が録音されてませんじゃないですかっていう。ええー、みたいな。だから全部かぶせで上から乗っけていかなくちゃダメになったんですよ。みんなの愛情が重たいってことだな。そうですね。もうくるくる回ってますよ。みんなの、愛情重たすぎでフリーズしてます。いや、でも本当にびっくりするよ。声上からやらなくっちゃダメなんかいみたいな。そんな感じです。ああ、もうくるくる回ってるわ、まだくるくる。ああ、くるくる。だから、あえて、ブルゾンナンシーの声を男性の方にやってもらうの面白いかもね。どう思う？ああ、まあ、とりあえずそんな感じで。てか、136人もいるよ、ここに。ごめんなさいね、そんな集まっていただいたのに。全然ナンシー、やばいよね。いつナンシーカンボジア行くの？あ、
木曜日からです。木曜日、今週の木曜日です。ウィス B が声当てちゃうのいやどうしよう。そう、ウィス B が声どう、それ、なんか面白くない？え、面白くないんじゃない、マジでマークさん、マジでダメ。ナンシーの声の方がいいか、わかった。じゃあナンシーの声でいこう。でもね、自分のね姿見るとすっごい恥ずかしかった。うわーみたいな、サップーみたいな感じ。みんなこれ見たらね、多分ドン引きするよ。ナンシーのこのニコ生配信、今137人いるみたいだけど、それが多分10人ぐらいに減る。の勢いの。ゴルゴブルゾンナンシー。はい。け。やばい。本当にゴルゴみたい。眉毛が太すぎて。あのね、まっすぐの眉毛って結構難しいんだよ。外人はもうこうやってアーチができてるから。あれね、アジア、わかる？韓国風のこう、綺麗な眉毛ってあるじゃん、まっすぐな。あの、ちょっと困ったちゃんみたいな顔しやすいやつ。あれできないんだよね。こうできないんだよ、こう。わかる？はい。ということで、ナンシーの動画のローソク足 CCI でやっていこうと思います。いいと思います。ナンシーも結構好きですよ、それ。めっちゃ今映像スムーズやん。あ、本当ですか？なんでだろうね。よくわかんない。何も。あれしてないかな。でもくるくる回ってるよ。はい、ということで以上です。皆さん、センキュー、センキュー。じゃあね、またね、バイバイ。